横浜ベイスターズの新入団選手の発表が横浜市内のホテルで行われました。大勢の報道陣を前にプロでの意気込みを語りました。いろんな変化球のコンビネーションでかわすピッチングに自信がありますとのことでした。新戦力として監督も非常に期待を寄せているようです。この後はニュースに続いて全国の天気をお伝えします。どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。さあ、というわけで今回やっていきましょうか。今回新しく、実況プレイやっていきたいと思いますが、今回はこのプロスピなんですね。プロスピ6でございます。プロ野球スピリッツ6のスターダムというのをやっていきたいと思います。選手がですね、ちょっと見れるのかな？見れないのかな？これはカレンダーじゃ見れないもんね。これか？今シーズンの、個人成績。まあ、ないんだけどね。まあ、こうやって見せておきましょう。越石慶吾。ですね、とりあえずリリーフ投手として、まあ、抑えですよね、どちらと言ったら。まあ、タイトルで、おそらくタイトルはね、まあ、僕今のところ考えてるのは、横浜、新大魔神伝説という感じでね、要はだから新しい、まあ、今もそれはまあ、いろいろ山崎とかいますけど、それはやっぱこのね、新しい、こう、抑えのエースを作っていきたいと思います。まるで佐々木、大魔神佐々木和弘のような、そんな選手を作っていきたい。さあ、そんなことを置いといて、早速やっていきましょうか。じゃあ、とりあえずまず練習して、で、午後に、もうナイトゲームがあるんで、ちょっとそれまでにはちょっとね、いろいろやっていきたいと思います、練習。まずはじゃあ、シャドーピッチングしとこうかなと。はい。よし。で、こうやってどんどんなんか、いろいろ評価上げてくるんですって。なんか練習して。おい、球場に移動したと。はい、よろしくお願いします。この方マネージャーですね。美人ですよね。さあ、じゃあ行きましょうか。試合前なんで、で、ジムに行くと、そんな、経験値を、ポイントに、自分の能力に入れられると。まあ、とりあえず今回は保留で行きたいと思います。とりあえず、投げ込もうかな。あ、どうしよう、やる。いやー、投げ込み。はい。はい、直後の試合はいいじゃん、はい。あ、工藤さん、どうも。いえいえいえ、あ、なるほど。軸になると色々教えてくれたね。請求アップありがとうございます。で、それでナイターがあるんで、一応ちょっとマッサージで体力だけ回復しとこうかな。試合前にとりあえず、この、減らすなと、評価という、この疲労度を増やしておくなって感じなんでね。さあ行きましょうか、開幕戦。お、賞金、あざっす。ブルペン待機。はい、頑張っていきましょう。ちなみに大卒ルーキーですね、彼は。いろいろ説明してないけど。まあ、とりあえずやっていきましょうか。要はピッチャーのやつ、プレイでございますね。1年間頑張っていきたいと思います。まあだから、中継ぎ抑えとかそういうのやっていきますので、まあ、わかんないよ。ただ中継ぎで扱える可能性もありますから、こればっかりはわかりませんね。いやー、いいですね、こう、やっぱり。プロスピー6っていうの初めてやるんですよね、僕。だからこういうのもちょっとなかなか、おー、リアルだ、やっぱり。プロスピっていうのはリアルだね。
よろしくお願いします。これでも横浜 DNA じゃない時だね。まだ普通のベイスターズって感じですかね。さあ、いきなり番長、先発ですね。よろしくお願いいたします。おー、さあ行きましょうか。途中で回ってくんじゃねえかな、多分。試合は全現在 0-0 で。で、これ以上のスピードで進まないんだよね。あ、すげえ通して、おっと、おー、1対1、いい勝負。え、これだ、やだ、俺きついよ、この状態で回ってくんの、もしかしたら。なさそうだね。ゲームセット。勝ちましたね。ない時もあるんだね。まあまあ、それはそれでいいんだ。おー、かっこいいね。加藤投手。勝ちましたよ。1対5。あざます。いいね。はい、大谷さん。おー、大谷監督、久しぶり。すげえ、なんか久しぶりに見る感じ、これ、ね。ういさあ、ベンチ入り。まずベンチ入りだけでね。試合は勝ちましたと。ありがとうございます。まあ、こうやってどんどん試合を進めていく感じですね。頑張っていきましょう。快勝。三浦さん、まず1勝目ですと。体調管理。はい、気をつけていきます。まあ、何もしないからね、疲労度は減らない、回復もしないんだ、特に。さあ、そして、次の日か、これ。あ、夜か、もう深夜。深夜だからもう寝ようか、これ。早寝して、あ、早寝もできるんだ。どうしよっかな。とりあえずちょっとじゃあ、ちょっとストレッチだけしとこうかな。寝る前にね。うい。大事だから、こういうの。うーし、疲労度がちょっと回復した。本日の試合の結果、全体的には？あー、なるほど。はい、プロ野球でした、と。さあ、4月4日、現在、名古屋との試合でございます。伊藤マネージャーから。ほい、何？ほい、おはようございます。ナイターですね。昼に球場入り。ありがとうございます。わかりました。さあ、どうしようか。とりあえず、二度寝はできないな。ちょっと怖いわ。とりあえずでも練習しとこうかな。ランニングだけ、まずは。うん。そうそう。うん。体温めるの大事だからね。おーし。ルックスもあるんだね。さあ、そしてアクション。あ、違う。球場に移動。はい。あ、どうもどうも。プロの世界にはもう慣れましたかと。はあ、期待してるのサービス何？はい、同じ練習の繰り返しで効果が上がるの実感できる。これはよくある話ですよね。ああ、さあどうしようか。とりあえず、やっぱ投げ込みなんだよな、ピッチャーっておそらく。あ、でもシャドーピッチングもいいのか。どうしようかな。一つ一つの動作を確認しながら。いや、やっぱこれなんだよな。直前の試合で投球力がアップするのはでかいよ、これ。うい。三浦さん、あ、はい。シーズン終了時点で2桁勝利を達成しなければ、新人を取れるかもしれない。いや、でも俺そんなスタミナないよ、今。あっと、疲労 20%。なんか中継ぎ抑えのピッチャーは、疲労度 20% 以下に試合前で抑えとけっていう話なんで、ちょっとここで、でも、まあ、マッサージでも受けて回復しときましょうか。よし。10%。だいぶ減ったね。始めましょう。おい。ブルペン。あい、ちゃんと出る。さあ、初登板はいつになるのか。行きましょうか。なんとかちょっと、せめて一勝って、一勝というやつね、ホールドポイントうわ、つけたいな。まあ、運よく一勝、あるいはセーブポイントそれでもつければラッキーなのよ。ある意味、この絵面はいつも通りだよね。この、横浜じゃない。これは、名古屋ドームだね。うん。最適、おーい。ブランコ元気。あらららら。今のは和田さんだね、なんとなく。ヒゲの、おー、落合中日とか、うわぁ、マジか。すげえ。おぉ、すげえ。打ち、おぉ。さあ、行きましょう、試合。なんか、すごい、なんか、懐かしい面々がいるのは気のせいでしょうか。まあ、懐かしいっていうのもあれだけど。まあ、とりあえず、寺原さんお願いします。ということで、全体2対0。ああ、やばい、点差離れてきたな。ピッチャー変わりましたね、桑原健。そして、そのまま行くんじゃないか、これ。ジョーンズと、真田。ああ、回ってこないな、ゲームセット。完敗じゃねえかよ。どうなってんだよ、9-0 って。まあまあ、いっか、はい。一勝一敗ですよね、現在。5安打完封、完封されたんかい。何もなかったね。完封ってちょっとマジか。ちょっとショックですね、これは。いや、せめて1点でも取ってくれよ、大敗。はい、お疲れ様でした。はい。何もしなかったけど、っていう感じで。はあ、ファンで言ったらこれ、にわかとかいるんだね。さあ、じゃあちょっと練習して、練習どうしようかな。夜ちょっと早寝しとこうかな。いや、ちょっと外出して、ん？あー、なるほど。行く場所によって違うんだ。コンビニとか、ちょっと外食行こうか。あ、間違えた。選ぶの忘れた。いや、みんなと一緒に焼肉いいじゃん、そう。ごちそうさんでした。そうね、チームメイトと仲良くした方がいいかもしれないからね。ほい、本日の試合結果です。さあ。はー、
巨人がなんか今のところ1位かな、状況的には。はい、まあまあ仕方ないさ。はい、4月5日、中杉いつ来るか分かんないのがちょっと怖いよね。はい、おはようございます。オファー、スピスポのショートインタビューが、あ、わかりました。はい。OK 出しときました。はい。必ず来てください。へえ、いつつった今聞き、見損ねたんだけど。まあ、いいや。とりあえず、ちょっと練習して、ランニングだけしとこうかな。はい。うん。他の選手のちょっとこう、大事ですから。やりとりが。で、はい。球場に移動。さあ、早速行ってきましょうか。あ、これだ。スピスポ。はい、行ってみましょう。オファーを受けるの初めてですね。そうなんですよ。はい。はい、どうも。私、新しい大魔神目指して頑張ります。特に何も増えなかった。ただ疲れただけっていうね。どうしようかな、これちょっと、じゃあ、これファンサービスもした方がいいんですよね。やっておきましょう。はい。興味なさそうだ。悲しすぎるでしょう。マジかよ。まあ、そりゃそうだよな。今年入ったルーキーだもの。はい。ブルペン待機、あざーす。よし、行くぞー。さあ行きましょう。ちょっと体力消費しちゃいましたね。25。スターダムの難易度。これはだから、スタープレイヤーと同じですよね。2014、2015あたりの。さあ行きましょう。いやー、なんとか決めていきたいな。セントラルリーグ公式戦最下位戦。勝っていくよ、ここは必ずね。さあ、お願い。ウォーランド。外国人選手ね。お願い。まず回してくれ。てか、なんか、そろそろ出番が来ないともう、あ、来た！来ましたね。6回、ピッチャー変わりましたね。1点差、まあ、1点ビハインドの状態で、プロ初登板でございます。結構ありそうな顔にしてみました。普通になんかこう、素朴な感じでしょ？越石慶吾くん。行きましょうか、ちょっと。さあ、そして、投球はまあいいや。はい。なんとなく練習はしてきたんで。てか、大丈夫でしょう。ちなみに球種はキャッチャーが決めるので選べません。投げるところだけ決めるんですね。タイミング。やべ、いきなり！うわー！カバー！よーし！危ねー。ボンダ。よし。グッドだって。いや、今の佐伯さんありがとうございますだよ、本当に。さすがファイ、もう、いきなりこれ、あ、ちなみにサイドスローです。言い忘れてた。うん。さすがに初球で決めちゃったから、ナイスキャッチだよね。さあ行きましょう。どうしようかな。とりあえずは、変化球選べないもんね。フォーク。スイ。オッケー。ちなみに、球種はフォークと、確かカーブかスラーブかで。あと、カットボール。この3種ですね。スイ。ボールか、審判今の。あ、カーブですね。よかった、カーブだ。スラーブじゃなかった。セコ。スイ。タイミングはね、これまずいぞ。で、球速は140キロぐらいですかね、最速。うん。まあまあまあ、確かそんなもんで。っていう。まあ特に、引いてたものはないという状況ですかね。あ、やばい前か しまった。あー、ミスったな、今。なんかちょっとこう、遠近感がわかんねえな、これ。難しいですね。やべ。あー、ごめんなさい。すいません。話題性が。やばい。怒ってる。ごめんなさい。ルーキーの分際ですいません。お、代打、小池。気をつけましょう、ちょっとこれは。ワンアウトランナー、一、二塁。コントロールが悪いというより、タイミング合わねえ。おい、これか、やべ、おーっとだ。ゲッツ。あー、ツーアウトランナー、一、三塁と。よし。抑えればいいね。うん。イバル、うおー、名選手来た。もうやだね、こんなの。スイ。フォーク、121キロ。フォークばっか連投して大丈夫なの？打ってきた。でもこれはダーシェー、抑えた。ゼロで抑えればよろし。ボンダー、よし。オッケー。まあ、ゼロで抑えることが大事だから。でもこれで逆転してくれれば、まさかのこれ、開幕初勝利じゃない？行きましょう。頑張れ。でも背番号16ってなかなかいい番号をもらえたよねって思うんだよ。すごいこれラッキーですよ。やったね。スイ。オッケー。さあ、頑張れ、カーブ。3球目。よいしょ！打った！あ、ファールとか怖いわ、もう。怖いですよね、こういう、いつ来るか。よいしょ、あ、やべ。これはショート。取れる？おー、アウト。よーし、いいぞ。ようやく波に乗ってきた。さあ、そして森、いやー、やばいな。やっぱりこれ、落合中日怖いっすよね。本当に怖いわ。よいしょ、あ、やべ。あ、ストレークよかった。
このなんかジャストタイミングとかが難しいですからね。これなしがいいな。正直なところ。それダメか。ああ。なんかこう、なしの方が気軽に投げられる。僕苦手なんですよね。こういうタイミングゲーって。だから音ゲーとか大っ嫌い。大っ嫌いっていうか、大の苦手。そんな感じですね。スイオッケー、これはオッケー、石川さんお願い、邪魔。俺が邪魔するって、さっき言ったら。よしよし、ツアツアと。で、ブランコ今日二つ目のデッドボール？で、二つデッドボール食らってんだから、ちょっとこれ三個目当てたら乱闘だな。ちょっと怖いわ、これ。さあ、頑張れ。腰石。うい、やべ、あーやばいやばいやばい、怒ってる。すいません、すいません。本当にすいません。今日三回目とかそんな。やべ。これはもう俺殴られておかしくないでしょうよ。デッドボールも今日二つ目ってやば、危ない。うん、なんかタイミングがどうも。ボールですか今の。ストライクっぽかったんだけど。えいっ、よしよしよし、いいよいいよ。危ねえ。おい、ストライク、いいよ、入った。さあどうする、スイ。あー、やばい、これは待ってー、やーやー、プロの洗礼浴びてんな、おい。やばい。経験値がめっちゃ減ってる。いやー、これはダメだ。いきなりちょっともうちょっと頑張らないといけませんね。まあまあ、最初はこういうもんだよ。プロはそんなにすぐにうまくいくわけないですから。ちょっとでもまずいな。いやー、カキーンと思いっきりやられてね、これ。なんというかこれ、あっさりやられたな。まあまあ仕方がない、これは。頑張れ、その代わり。ちょっと、これ以上は点取られちゃダメよ。低めね。もう任せるよ、キャッチャーに。スイ、うー、ストライクじゃないの今の。審判、マジか。てか、俺、スタミナもうねえじゃん。ほい。やばい。これ、評価、だだ下がりだよ。これ、いきなりツーランホームラン打たれちゃってまー。ほい。よー、三振。いやー、惜しかった。しかし、これあれだよ。ツーアウトになった後にまたランナー出しちゃって、それ点取られちゃっての落ちだからな。まずいですね、それは。あー、くそ、2連敗。岩瀬さんがしっかり抑えたと。くそ、すいません。一応、救援当番ということで経験値はもらえると。ギリギリプラスだったね。でもなー、やっぱりプロの洗礼だよ、これはね。そういうもんだと思います。はい。2回2失点で、まずまずなんだ。はい、わかりました。大黒さん。いえ。残念でしたね、と。お、1万円獲得。あ、以上。わかりました。ボーナスはもらえるんだね。あー、なるほど。状況的にはこれ何なんだろう。お、女性の、こう、リスナーじゃない、女性の、こう、ファンが多いのかな？ほとんどがにわかだね。よく見たら。はい。いやー、疲労度結構溜まったなぁ。じゃあ、ちょっとゆっくり休みましょうか、これ。はい。インタビューとかないもんね、これ。あ、40杯以上で休まないといけないんだね。どうしよっかな。じゃあ、早寝しよう。はい。ゆっくり休んで。これ結構回復するんじゃない？あ、チームメイト。あ、評価下がるんだ。全然回復しねえじゃん。はい。ピックアップレポート。腰石、どうも、はい。インタビュー以上でした。なんもなし、試合は負けました。いや、いきなりやばいよ。いやー、それめっちゃ選手にボールぶつけたもんな。これ評価下がって仕方ないわ。ちょっと、もうちょっとコントロールどうにかしないとですね。はい。なんでしょう。おはようございます。はい。次は絶対勝ちましょう。オフです。あ、オフなんだね。移動がある。あー、そっか。ゆっくり休もうか、ちょっとこれは。うん。移動日。さあ、ちょっと休憩して、二度寝結構、あ、外出して、それでみんなでちょっと、食事行こうよ。あ、家電量販店。まあいいや、それ。うん。はあ。獲得賞金が0円でも気にせず買える。マジか。すいません。なんか愚痴られちゃった。なんかあんの？ DVD。あー、なるほど。休息ね。そうだな。どうしよっか。じゃあ、ここは快眠枕かな。はい。はい。これでゆっくり休んで。おー、結構回復したね。で、どうすんだ、これ。あー、なんか持ち物快眠枕があって、で、移動か。移動日なんで。はい。次の試合に向かって移動しましょう。忘れ物ない。大丈夫ですよ。おい。横浜だね。なるほど。さあ、そして、じゃあちょっと寝とこうか。休息で。どうしよっかな。外出でちょっとみんなとこ行こう。外食。みんなとどっか。焼肉しゃぶしゃぶ。ファーストフード。ここはじゃあしゃぶしゃぶ行こうか。チームメイトと。おい。うわー、刺しの入った高級肉を、鍋の出汁にくぐませる。たっぷり旨味を含んだ肉は噛むまではなく、口がとろけてく。
やばい、腹減ってきた。ダメだよ、めっちゃ腹減るもん、こういうの聞いたらさ。飯テロ、飯テロ。さあ、そして、これ何これ。ああ、もう深夜、これ。ミッドナイトだもんね。じゃあ、ちょっと、早寝しようかな。おい。ゆっくり寝て、次の日に備えましょう。快眠枕。これもしかしてこれ、使い切りとかじゃないよね、これ。大丈夫かな。もうなくなっちゃわないこれ。はい。あ、それで？ほい。あ、ナイターゲームですね。わかりました。あ、よかったよかった。なくなるわけじゃないんだね。さあ、というわけで、じゃあ次回へ行きたいと思います。次回、もしかしたら試合があるかもしれません。お楽しみに。じゃあね。せーの。ほい。よっしゃ、オッケー。で、はい、ホールド。よっしゃ。おー、すげえ。お、お、お？おー、すげえ。なんだこれ。おー、おー。おぉ、お、すげえ、なんだこれ、古代都市、うわ、え、すげえもん見つけた、俺。